さて、いよいよ明日開幕する特別全国障害者スポーツ大会鹿児島大会を前に、鹿児島県選手団の結団式が先ほど鹿児島市で行われました。燃える感動鹿児島大会、鹿児島県選手団の結団を宣言します。明日開幕する特別全国障害者スポーツ大会鹿児島大会を前に、鹿児島市の城山ホテル鹿児島で行われた結団式には、県代表の選手らおよそ460人が出席し、バレーボールに出場する式根美穂選手が大会への意気込みを語りました。これまでの練習の成果が出せるよう精一杯頑張ります。このほか式では、開会式、閉会式で旗手を務める選手に県旗が渡され、関係者から激励の言葉が送られました。ワクワクとドキドキがいっぱいです。今までやってきたことをできるように頑張りたいと思います。自分たちの競技は、弱視選手、全盲選手が、入り組んでプレーができるので、特にやっぱり全盲選手のプレーを見てもらいたいです。鹿児島大会は明日から3日間、県内7つの市で行われ、17の競技で熱戦が展開されます。